どうも、ウルセニーさんです。はい、どうも、こんにちは、カメラさんです。はい、今回ですね、ライト、こういったものを持ってきました。はい、大中小とありまして、はい、大きいものほどやはり明るくなります。一番小さいもの、こちらがですね、お値段700円。中のもの、お値段1000円。で、一番大きい大のものですね、こちらが1600円での購入となっています。ちなみにこちらすべて、充電タイプのものなので、はい、電池などを気にせずに、使うことが可能です。今回はそちらのライトで、どのような、使い心地なのか、明るさなのか、試していきたいと思います。ということで、早速兄さん、やっていっていただきましょうか。よろしくお願いします。はい、ではまずは、ショーの方から。こんな感じですね、ショーですと。おっと、ちょっとズームが。弱の、ショーの弱ライトです。見えないですね。少し見えるかな。そう。めっちゃショーのライトですけど、まあまあ明るいですね。まあまあ、やっぱりこの暗闇ですと、ちょっと壁を映してもらっていいですかね。はい、そのぐらいの明るさで、なります。先ほどの兄さんの照らした動画と比べてみてもらうと分かりやすいかもしれません。はい。はい、それではこちらがショーのライトになりました。じゃあ消して今度は中にしたいと思います。まずショーのライトの最大光量をここから。だいぶちょっと、あ、違いましたね。だいぶはっきりと見えますね。だいたい距離は3メートルぐらいですかね。そうですね、先ほど変わらずに。兄さんから見てどうですか？結構眩しい感じで。全然見えないです。やっぱり。こちらが中ですかね。はい。この周り、広くなってる感じですね、明かりが。そうですね。壁を照らしてもはっきりと、はい、映り方がわかります。こんな感じですね。はい、ありがとうございます。じゃあ一回中を蹴って今度は台に行ってみたいと思います。やっぱり先ほどよりだいぶはっきりとなっていますね。さすが台400ルーメンが売りのライトです。で、今度トップライトの方に変えてみたいと思います。懐中電灯タイプの方でピントが合いづらいですけど、あ、はい、こんな感じです。で、他の2つに比べればだいぶはっきりと映るんじゃないでしょうか。やっぱりサイズが大きいだけしっかりと映るって感じでしょうか。今照らしているのはメインの方じゃないライトで、はい、トップについている懐中電灯タイプの方ですかね。そうです。結構明るいですね。これでも明るいってことですね。はい。はい。はい。すごい。がっつりアヒさんの筋トレが映ってます。あ、すごいですね。だいぶさっきと比べても分かりますね。ちなみにこちらの台の方は400ルーメンが、売りの、商品です。はい、ちょっと大きいですけど、明るさではやっぱり圧倒的と感じました。この前まで危なかった。
タップ。兄さんお疲れ様でした。お疲れ様です。はい。外の真っ暗のところと、今回室内、2箇所で、今回撮影してきたわけなんですけど、はい。じゃあ一つ一つ、ちょっと簡単な説明をしていきましょうか。まず兄さんが持っているのが、それはショーですかね。はい、ショーですね。はい。見てわかる通り、かなりコンパクトなサイズで、はい、まあ、ポケットにも入りやすく、まあ実際邪魔にならないのかなと。はい。うん。うん、邪魔にならないです。で、特徴としましては、こちら、わかるかな？クリップが、ついてるのと、はい。あとはその、下の部分が、ちょっと、まあ、引っ掛けやすい。でもちょっとこの角度と外れやすいかなと思えるような、まあ、引っ掛ける部分がついているということですね。はい。はい。ちなみにその、発光部分は、完全に倒した状態から、完全にひっくり返るところまで。で、グリンと。はい。それからグリンと、さらに。さらに行くという形です。すごい。はい。これが、ショーですね。まあ、やっぱりこの小ささが、一番の特徴ではないかと思います。こうできますね。はい。ね、すごい。はい。で、お次は中ですか。はい。はい。小と比べまして、一番違う部分がですね、小の部分があった、クリップの部分。それが、サイズ的にちょっとなくなっている。はい、ないですね。はい。という部分ですかね。他の作りはほとんど、一緒でしょうか。はい。はい。ただ、まあ、やはり中に比べればサイズが大きい分、当然明るくなっているという形です。うん、最後に台ですね。台は本当に大きかったですね。はい。台の大きさ、こちらですと。まあ、こちらちょっとモデルが少し違うんですけど、小中と同じように、ライト部分が、パカッと開いて、はい。さらにグイッと、はい、行くことができます。これが限界ですね。はい。ちなみにこの台の部分がですね、特徴としましては、モバイルバッテリー機能があるということですね。そうなんですよね。ここに。はい。わかりますかね。2種類。はい。充電口と USB の、モバイルバッテリー機能がついております。先ほどのはフックみたいな形だったんですけど、完全にこれは、リング状になっていて、まあ実際外れない。S かなんかつけると外れずに使いやすいかと思います。そうですね。まあこの3つ今回試してみました。はい。ということで今回、3種類のライト試してみましたが、ちなみに兄さんはどれがいいなと思いました？そうですね。どれも、どれが一番いいっていうのはないんですよ。なるほど。あ、全然微妙じゃないですよ。そのただ、決めるとなると難しいんです。ただ、はい、ショーが個人的にはいいかなっていうのがあって、はめやすいんですね。こういう部分。ごめんなさい。ここ、クリップをね。ああ、なるほど。そう。暗いところわざわざ手で持ってないとやんなくていいんです。ベストに作るに。でね、はい。台になるとそれができないし、クリップそもそもないです、どっちも。なるほど。よくL 字ライトとかっていうのあるけど、はい、こっちもなかなか便利なんです。で、中は一般家庭でバランスよく使うっていう。なるほど。明るさもあり、はい、まあコンパクトもあり、はい、中途半端という大きさゆえに逆に使いやすいという部分ですかね。利用的な。はい、で、はい、台。はい。まあ、これやっぱさすがにデカすぎるけど、やっぱり真っ暗な場所、これが頼りになりますね。なるほど。では逆にそのアウトドア、あとは例えばまあ山歩きなんかで暗いところ歩く可能性がある場合なんかは、やっぱり台のその明るさは強力だなと。特にですね。はい。ここの部屋は明るくて、あっちの部屋が暗い状況ってあります。はい。そういう時に突入するのに不安になると思います。はい。影が見えるんですね。ああ、はい、はい。よく縦に影が。これをこう揺さぶると影がこうどんどん動きます。これで相手の位置を探るんです。そういう時にやっぱでっかいライトだと明るい場所でも影を作りやすいので。なるほど。相手の位置を見つけやすい。はい。三種三様にいいところもあり悪いところもあり、はい、という結論ですかね。はい。はい。あとやっぱりでかいのはやっぱりモバイルバッテリー機能ですかね、台は。あ、これははい。便利ですね。一つ持つなら悪くないという感じですかね。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい、まあ、実際ですね、まあ、今の季節、暗くなるの早いですし、夜中にウォーキングや、キャンプなど、まあ、いろいろとこういうライト、結構使う機会が多いかと思います。まあ、充電式であれば、電池などを気にせずに使っていけますので、まあ、今回、ちょっと兄さんに解説をお願いしてみました。はい、ありがとうございました。この動画いいなと思ったら、高評価、もっといいなと思ったら、チャンネル登録もよろしく。お願いします。バイバイ。